バスミラリアルロマンルラヒムアッサラムアレイクムワラハトララヒワブラカートサバディバスカディ TV の皆さん、こんにちは私、高校三年生のアザザキアと申しますよろしくお願いいたします皆さん、元気にしていますか断食やラムダン月はまだまだ続けますのでお体をちゃんと大事にしてくださいね今回のペルシアでは タイトルに書かれた通りについて少しお話をしたいと思います。では、まず、団結という言葉を聞いたら何が浮かびますか国家権力に対する何かそれとも同じ思いを持つ人たち団結というのは一般的に同じ思いを持つ多くの人々が 心を結び合わせて共同の目的を達成するため、商談や組織を作るという意味です。また、イスラムの視点では、団結というのは、地球上に住むすべての人間は一つであり、アロエの権威以外に違いはありません。ご覧のアルフジロ第13節に記載されている通り、 To Allah you 人々よ、我らは一人の男と一人の女からあなた方を作り様々な種族と部族に分けました。 それはあなた方が互いに知り合いになるためです。オルロのおもとで最も尊い人はあなた方の中最もオロを意識する人です。確かにオロは全知にしてあらゆることに通行しています。人間は私たちが知ってた通りそれぞれの特徴で作られます。まあ多様性と言われますね。 この多様性は適切に活用すれば強みにもなれます。一位体感は既存の文化、民族、宗教の違いに関係なくお互いの間に兄弟愛の環境を生み出すことができます。これにより人々は協力できるし国家の発展に影響を与える前向きな関係を 気づくこともできます。逆に、この多様性をうまく活用できなかったら、自分の首を絞めてしまうのです。統一化によって団結しない多様性は、命の損失を引き起こす可能性のある紛争に、紛争につながる争いを引き起こします。まあ、このような例はたくさんありますが、 ここでそのうちに一つについて説明します。アパルヘイトという事件なんです。多分ご覧の皆さんの中には、の中に何人かこ,こ,の,この事件はもうご存知しましたと思うんですけど、アパルヘイトは1948年から1994年までの間、南アフリカで 実施された人種差別政策事件のことです。この政策では白人と非白人を厳格に分け、非白人に対して、成人的、経済的、社会的権利を制限し、人種閣僚を徹底しました。アポルヘイトに対する抗議活動は、国内外で広がり、1994年の民主的選挙で、

ではここで以上となりますこのペルシアはご覧の皆さんに利益をもたらすになりますようにまた次の機会でお会いにしましょうご覧いただきありがとうございましたアズザキヤでした